はい、えー、2023年5月21日宇都宮記念競輪最終日決勝12レースの予想をしたいと思います、えー、並び関東で埼玉の山田雄大に増木匠栃木地元ですねで佐々木悠希、えー、群馬の佐々木悠希で、えー、3人の関東ラインですで、えー、これ即席なんですけども浅井浩太に えー、内藤秀久神奈川がつけて福島の佐々木雄一がつけるという、まあ、即席3人ラインですで中四国で、えー、徳島の久田に松浦雄二に岩津、えー、という中四国トリオとなって3、えーまあ、分線になってますで準決勝は、まあ、新山が飛んでしまったんですけどねあの、まあ 佐藤慎太郎も飛びましたけど慎、まあ、山は、えー、窓場ですかね窓場が叩きに来た時突っ張ってまあそれはいいんですけどねやっぱりホームで、えー、チューブに叩かれてあそこでもう叩かれたのがしょうがないですねあそこでさらに突っ張りきって逃げ切るっていうのはうんますうんうまい。 難しかったんでしょう、ねうん、でもまあ決勝であの新山対真杉見たかったんですけども、まあ、しょうがないと、まあ、こんなメンバーになりましたと。であとはまあその真杉が番手で先頭が埼玉の山田ということなんですけどだからまあ直感では。 山田がガンガンいって増木がパン手まくりして優勝みたいなまあそんなあの展開がまず一つね思いつきますけどまあ、そうはならないんじゃないかなという気はします。で山田埼玉の山田にしてもやっぱり記念の決勝走る経験ってなあんまりな,ないと思うんですよね初めてじゃないかなだからそういう選手が記念の決勝に乗って でまあ力を出し切れるかっていうとなかなか難しいですよね力出し切れずに終わること多いんでだからちょっとそうなって後手踏むとますぎも厳しいかなとだからマスギが先頭だったらこのメンバーで本命だったんでしょうけどうん山田の番手回りっていうことってちょっとあの突き入好きはあるような気がしてます。 えとは行きっぷりよさそうな久田、徳島久田が松浦岩津を背負ってここがやっぱ主導権取るんじゃないですかねうんそんな気がしてます。はい、で、えー、周回ですけれども初手は一応まあ真杉前をけして関東が前で中段に浅いラインがあって。 中四国が後ろからというふうに想定していきたいと思います。まあ、この並びだったら例えば久田が抑えに来た時に山田がもう気合で突っ張って突っ張って先行して真っ先に貢献するっていうのはまあ,ありえますけども、まあ、さっき言ったように山田が ちょっと浮き足だって力出しきれないんじゃないかなっていう気もしないでもないでうんここはまあ、うん山田がまあ引,引,引くのかな引いてしまうまあ何ら,か何らかの形でこうな展開になってこういう並びになると、うん、まあ初手が違うのかもしれないですけどね。例えば初手がこのままで誰も動かずに 久田が逃げるみたいな。まあそんな展開もあるかもしれないですね。で、思,思ったのはまあ久田の主導権で浅井が中断で山田がえー、まあ、力出し切れずに浮き足立って後方に行ってまあ、杉が飛ぶという展開ですね。で、これで行くと、うんん、まあ、ホームに切ってまあ、これで一本棒で。 ま山田も前に踏んでいくんでしょうけどなかなか進まないというような状況でバックに向かっていくという感じです。で <laughs> そうですねで松浦ですけども準決勝、えー、番手まくりして松浦岩津で番手まくりしてで直線岩津に刺されて2着だったんで。 まあそれを考えるとあの誰かがまくってきた時の松浦の対応ちょっとワンテンポ遅れるかもしれないですね後ろに刺されないようにちょっと遅めに踏むという意識が働いたとしたらバックで浅井が先まくりした時に松浦の反応が遅れるとで松あじゃあ浅井、えー、がまくりきって一着で えー、松浦と岩津の2着争いみたいな23着争いですかね、まあ、こんな感じが考えられるとうんだから浅いからですかねだから松浦も最近いまいちですね動きが、うん、まあいいとこまで来るんですけど勝ちきれないっていうかうん一時の足ではないなという気はしますであとはこの辺は 後方山田が後方のままだったらマスギの力を持ってしてもちょっと届かないでしょうということで今回は外すと、まあ、もちろん山田があの気合い入れて主導権取ったらもうマっギが勝ちきるでしょうけどねもう山田次第っていうことでちょっとそこで割り引くとだからねます佐々木山田みたいな並びだったら もう増すぎ信頼でいいんでしょうけどね。はい、ということで、えー、浅井の中段からの先まくりで1着で松浦岩津の23着争いみたいなところとしたいと思います。はい、えー、結論ですけれども2車単、ア浅井の優勝頭から、えー、松浦岩津の 2, 2着二、えー、着流した。 で,ま、ず2 2点ですねで、3連単も浅井、まあの頭から松浦岩津の23着でこれで何て言うんう、えー、2点ですかねこれも折り返し2点ということで、えー、このこの目に絞っていきたいと思いますまあ結局新山対杉、まあ、見れなくて残念ですけれども有力メンバーが結局上位に来るんじゃないかなと。 でもまあマスギはちょっとね思い切って切りましたけれどもやっぱり番手戦ってとこが不確定要素があるかなと思うので、えー、そういうふうにしてみましたはいえー、宇都宮記念競輪最終日決勝12レースの予想でしたチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いいたしますそれでは